毎日アヘアホ体操。アヘアホ、ヘとホでお腹をへこませて、アヘアホ。はい、OK です。アヘアホ体操の下野正弘です。今回は足の衰えを防ぐための軽スクワットをやっていきたいと思います。スクワットって思うからですね、すごく難しく感じるんですけど、膝を少し軽く曲げるって思ってもらうだけでいいです。でこの、軽スクワットっていうのは、膝を軽くふわっと曲げて伸ばすだけ、これが軽スクワットです。ここまで深くする必要ないんですね。この軽スクワットは実践的です。普段こう歩いてるぐらいのですね、普通に歩行するぐらいのですね、お膝の曲げ伸ばし程度でスクワットしていく。曲げて伸ばす。今回意識してほしいのは、特に曲げる時よりも伸ばす時、足一歩前に踏み出してですね、その時膝曲がってますよね。で次の足前に踏み出す時伸ばしますよね。しっかりと膝が伸びるから次の足がぐっと前に進んでくれるんですね。なので実は前に進むためには、この膝がぐっと伸びる力が必要なんですね。曲がったままだとこういう状態になってしまうんですね。なので膝をしっかりとぐっと伸ばす、そういった意識のもとトレーニングをやってみてほしいですね。足を肩幅で手を腰に当てて、まず膝を軽くふわっと緩めて、そして伸ばすだけ。伸ばすことを意識する。緩めて伸ばす、緩めて伸ばす。膝が伸びる瞬間というのは、実は足の裏で床を押してます。地面をぐっと捉えるために、この膝を伸ばすことを意識するっていうのはとっても重要なんですね。伸ばす時にお腹の奥、インナーマッスルが働くと、もっと床をぐっと押しながら膝を伸ばすことができる。膝を伸ばす時にアヘアホ体操、膝を伸ばす時にお腹の奥に刺激を送るんですね。インナーマッスルトレーニングのアヘアホ体操を組み合わせていきます。アでふわっと緩めて、ほの時に伸ばす。へとほでお腹をへこませます。アでふわっと緩めて、へでへ、膝を伸ばして、アで緩めて、そしてほでほ、あへ、あほ、へとほでお腹をへこませます。一緒にせーの、あへ、あほ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 。はい、 OK です。このトレーニングで重要なのは、膝の深さではないんですね。膝を伸ばすときにどれだけ意識ができるか、それが重要なんですね。そして意識するための戦略として、お腹の奥を使う。へとほでぐーっと伸ばしていくと、より伸ばす力が高まっていきます。お腹のインナーマッスルトレーニング、アヘアホ体操を利用して、膝を伸ばす力を高めて足の衰えを防ぎます。